日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですか今日は英語ネイティブにとっての外国語についてはいはいはい皆さん日本語コンテッペイの時間ですねはいはいはい今日は、えー、まあまあの天気そしてまあまあの気持ちまあそんなもんでしょう ね、そんないつも「元気だぜスーパーサイヤ人ゴッド!」みたいなそんな,そんなわけじゃないねあのもうわけわかんないですね「あのドラゴンボールスーパー」という作品がありますねあれ結構読んだんですけど、まあ、あのまあ子供が好きですからえー、っとねなんかよくわかんないなもうあのすごすぎますね僕が知って といったスーパーサイヤ人というのは多分通貨3ぐらいだったんですけど 4? <laughs> わかんない今なんか5とか,なかそれ以上なんかこうレッドとかブルーとかピンクとかなんかいろいろ出てきてですねもうどど,どれがどうなのかよくわかんないはい。日本語コンテンペもまあいろいろなチャンネルがあってまあ今 Z ですけどいつかスーパーとかミラクルとかウルトラとかなったらもう 順番が分からなくなくりますよねジョジョとかバキとかそういう漫画ではちょっとシリーズのシークエンスがよく分からなくなりますね。えこれはシーズン1なのか2なのか3なのかね。はい、だけどそれをなんかこう Google とかで調べながら Wikipedia とか調べながら読んでいくのが楽しいですよね。 色々調べると調べてるうちに他のファンたちのいろいろなコメントを見ることができるでしょであコミュニティがあるな、まあ、シーズン1シーズン2シーズン3ってあのナンバリングがちゃんとしてると分かりやすいですけどちょっとつまらないですよねあのアメリカのテレビシリーズとかでね「24シーズン1シーズン2シーズン3シーズン4」は分かりやすいですよね分かりやすいけど、まあ、ナンバリングじゃなくてなんか「ドラゴンボール」 ドラゴンボール Z、ドラゴンボールスーパー、ドラゴンボールスーパースーパー、ドラゴンボールスーパースーパーマーケットみたいな、あのいろいろあると、まあ、順番がね、ミラクル、スーパー、どれが、どれが最初なのどれが2番目どれが3番目ね。スーパーサイヤ人、どれが一番強いのわかんないでしょわかんないから調べますよね。で、調べると面白くなるんですよね。でそういう時に、ああ、やっぱりうまくやってるな、ドラゴンボールと思いますね。 なんかその例えば「スーパーサイヤ人2」「スーパーサイヤ人3」とかだったらまあ3の方が「2」より強いみたいなもう明らかだったんですけど最近はなんかそのいろいろあって、えー、例えば何かこう「体は大きくなるけどスピードは遅くなる」とか「スピードは速くなるけど力は弱い」とか何かいろいろ特徴があるんですよねスーパーサイヤ人の,そのタイプに。えー、変身の ああの段階によよって色々あるんですよだからまあ子どもたちがね子どもと子どもがこう話す時にいろいろディスカッションができますよね。えー、でもで例えば1人が「スーパーサイエンジンブルー!」とかやったら「おおブルーかじゃあ俺はレッドだこー!」みたいな「えじゃあどっちが強いのいやブルーは結構速いよ」「いやレッドは力が強い」みたいな。 いいいところと悪いとこころろ悪があるんですね、いつも。だからそれは本当に面白いと思いますはいなんか単純に12345でシークエンスが上がったりレベルが12345でどんどん上がっていくんじゃなくて細かいあのメリットとデメリットみたいなのが <laughs> あってですね体は強くなるけどあの動きが悪くなるとか何かいろいろあるんですよ それは本当にあのフィクションの,あの面白さですよね。はいはい何の話してるえー、っとね今日は今日はですね、えー、ちょっと最近感じたことあのー、まあ日本語を勉強する人のナショナリティですよね。であのー、僕のあのポッドキャストのスポティファイとかの,あのアナリティクスを見ても明らかにアメリカ人が多いんですよ。 で、いろいろな理由はあると思います。あの、ポッドキャストを聞く文化ですよね。アメリカ、アメリカは結構ラジオの文化が長くて、ポッドキャストも結構多くの人が聞いている。車を運転する理由もあるし、まあいろいろな理由でしょうね。で、アメリカ人がもともと多かったんですけど、本当に最近多い。えー、そしてイギリス人も多いんですね。そしてオーストラリア人も多い。 いわゆる英語圏の人たちが多いんですよ。カナダとかはい。それに比べると非英語圏ですね。まあ、そんなに変わってない。例えば僕がポッドキャスト始めて、もう34年ぐらい経つのかな。あの他の国の人たちね。例えばフランスとかあのスペインとかイタリアとか。あのまあアジアだとフィリピンとかベトナムとかそんなに。変わって てないですもともとたくさんのフィリピン人やメタノン人は日本語を勉強してましたけど最近急に増えた感じはないです。まあずっと同じぐらいの人たちが勉強してる感じ。えー、まあブラジルもそうですねブラジルももともと多いですね。もともと多いです。もともと日本語に興味がある人が多い。やっぱり日系人の歴史もあるし。だけどあの最近急に増えた感じはないです。 でもアメリカとかイギリスとかのそのいわゆる英語圏は本当に伸びてる、えー、5年前と今4年前と今全然違いますね本当に多いでこれはねやっぱり何かあるんじゃないのかなと思ってですねいろいろ調べたり考えたりしてみましたまあ一人一人の,そのどうしてその言語を勉強してますかっていうモチベーションはもうバラバラですよねみんな違います だからこれはもう推測でしかないですけどまあやっぱりまずですよまずあの英語を勉強する必要がないでしょ英語ネイティブの人たちって。例えばスペイン人がスペイン人やイタリア人やドイツ人とかねそうヨーロッパの他の国の人たちがやっぱり仕事のために まずは英語を勉強したいっていうことは当然ですよねスペイン人とイタリア人が話をするときも英語ですねスペイン人とフランス人が話すときも英語なんですよだからそのヨーロッパの中でたくさんの EU のプロジェクトがあってやっぱり大学そして会社あのい国いろいろなところでやっぱりあの本当に多いんですよそういう EU のね EU のいろいろなイベントでオンラインも含めてですねでそういう時にやっぱり英語ができないと何にもできないはいだからまず英語を勉強したい仕事のためにね勉強のためにでそ,それはわかるんですよねで英語やっぱりスペイン人やイタリア人にとっても英語は時間がかかりますよねだから英語が終わらないと日本語の勉強にまでまだ来ない まあもちろん少しの人はね、もうあの英語はすでにペラペラになってるから、じゃあ日本語っていう人もいますよね。ただ大部分の人、多くの人たちはまずは英語っていうところで十分苦しんでるんですね。はい。それでまあイギリス人やアメリカ人やその英語ネイティブの人たちですね、彼らにとってまあ じゃあ何勉強しようって感じですよね。まあ英語はまあ,まあもちろん話せますよ書けますよ全然問題ない。じゃあ何の勉強しようって、えー、昔はまあフランス語とかドイツ語とか人気でしたよね。イタリア語とかそういうヨーロッパの言語。そしてえまあ少し前にそのやっぱりスペイン語が大事になって今でももうスペイン語を勉強する人が圧倒的に多いですもちろん。 アメリカ人にとってスペイン語っていうのはほとんど自分の国の,あの言語みたいになっちゃってますからスペイン語はできないとちょっとあのまあ普通に困ったりねするらしいですからねなんか大工さんが家に来てちょっと英語がなんかまあまあしか分かんないでスペイン語だったらもっとコミュニケーションが取れるね、えー、そういうことが引っ越しとかねそういう時も多いらしいですからもちろんレストランとかもそうですけどあのスペイン語はできた方がもっともっと楽しい。 生活もっともっと便利もっともっとあの何て言うかな友達子供のクラスメートとかでもね多分そのメキシコ系の人とかたくさんいますからね両親と話したりとかねおじいちゃんおばあちゃんとかまあ英語はうまくない人たちもたくさんいますからねだからアメリカに住んでいる人にとってはスペイン語は、まあ、あの必ず勉強した方がいいみたいな感じらしいですね。 だけ,どだけどですよあのー、やっぱりあのー、みんながねみんながスペイン語を勉強してるわけじゃないじゃあ何勉強するかというと少し前は中国語も結構人気になりましたよね、えー、だけどまあやっぱり中国語のモチベーションがビジネスっていう人が多かったですよね今でもでやっぱりこのビジネスのモチベーションだけだと十分じゃないんですよね、はいまあ その理由はやっぱりこう続かないですよねそれはやっぱりこう大事なのは楽しいっていう気持ちですね。楽しい,と,いう気持ちとその使える言語っていうのをまあ半分半分ぐらいあるといいと思いますねやっぱり。例えばまあ僕にとって英語ってやっぱり楽しかったし勉強してねまあ今でも楽しいですよ英語がわかるからまああのたくさんの YouTube とかポッドキャストとかあの 映画とか楽しめますよね字幕を日本語の字幕とか吹き替えだとなんか変ですからねそれよりもオリジナルの英語で理解できるというのは本当にあの楽しいです、ね、そししてまあ仕事ででも多分使えるでしょう僕がもし会社で仕事をするどっかの会社で仕事をする時にやっぱり英語でいろいろな E メールとかねそういうのをえ書いたり読んだりしないといけないでしょう。 で、まあその問題はほとんどないですからねだから英語の心配をしなくていいっていうのは本当に役に立ってますよね英語は本当に役に立ってるスペイン語はですねまあもちろん奥さんがスペイン人だから勉強したんですけど英語ほどはあのメリットがないです。英語ほどはね。日本に住んでいる日本人としてはですよアメリカに住んでいればスペイン語はかなり役に立つかもしれないけど日本に住んでいる限りは全然使わない はい、全然使わないそしてなぜかスペイン語のエリアっていうのは日本とそこまでね関係も近くないんであの仕事でスペイン語を使う仕事っていうのも英語を使う仕事に比べると圧倒的に少なくそしてまあ日本語ですよね日本語。じゃあ日本語どうして日本語を勉強してるかどうしてそのたくさんのアメリカ人の人たちは日本語に興味を持ってるか。 といえばやっぱりコンテンツの力ですよね。子供の時からいろいろなアニメ、いろいろな漫画、そういうものが日本語であって、あのゲームもそうですよね。もう親しみがあるんですよね。子供の時から親しみがある。ね。なんか楽しそうなイメージがある。ね、日本語ができたらもっといろんなアニメとか、もっといろんな漫画、もっといろんなゲームができるんじゃないのっていう親しみがある。楽しみが 楽しいっていう気持ちが多分日本語の場合は80%ぐらいですね。残りの20%ぐらいがまあそのやっぱり日本日本に住んでみたいなとか日本で仕事をするためには、えー、日本語は必要ですよねとかあの日本人の恋人がいるからとかなんかいろいろもっとあのやらなければいけない理由ですよ、ね。でも80%ぐらいは趣味もしくはもう本当に あの何楽しいだけのためのものでこのモチベーションが僕は好きですね嬉しいです、ね、こんなにたくさんの人があの多くの人がですね純粋な楽しみ純粋な喜びだけのために勉強しているそしてそ,それを僕はあの教えているなんか手伝っているそのコミュニティの中にいて、えー、ポッドキャストを作り続けている、ね、これは本当に嬉しいことですよね あのの英語の先生とか大変だと思いますなんか生徒のモチベーションがちょっといろいろありすぎてそして例えばね最初に、えー、例えば哀悼期の英語のレッスンをしてあ,のある生徒が来てね多分「あ、えー、どうして英語を勉強したいですか?」って言われて生徒は「ああ TOEIC をとり,りたいですそしてあのあの就職したいです、ね、仕事を変えたいです」とか。 えー、あ僕はアイエルツを取って、あのー、イギリスに留学したいですで留学したい理由はあのー、仕事にとっていいからですみたいなんかそういうなんか仕事お金なんかそういうのが強いですよね英語の場合は。だけど日本語の場合は僕がいつもね新しい生徒さんに「どうして日本語勉強してますか?」って聞くといやあの全然その何て言うのまあそんな,あのなんか真面目な理由はあんまりなくて。 ほとんどの理由はあのまあていうのゲームが好きだからとかあの漫画をもっと読みたいからとかあのなんかすごくこうカジュアルなポップなポップな理由なんですよねはいなんか友達日本人の友達とゲームやってるからとかなか楽しいんですねはい楽しいモチベーションが多くてあのそれは僕は本当に好きですはい本当にあのいいことだと思う でもちろんあの最初はそういう気持ちで始めてもいいんですね。でそういう気持ちで始めにあの日本語を勉強する最初,の,気持ち最初の,そのモチベーションは多分ポップなもの漫画,やと漫画とかアニメとかゲームとかね多分そういうのが多いです。でもそう少しずつですねやっぱり日本の,その伝統的な文化とかあのまあ興味深いものが多いですよね。 えー、そして日本に来て旅行して、まあ、自然があ綺麗いで、えー、食べ物が美味しくてもっとなんかこうその表面的な、えー、新しい文化だけじゃなくてもっとこう長い時間をかけた日本の、まあ、心というやつですよね日本の心や社会の、まあ、いいことそして悪いこと、ね、いろいろなちょっとあの伝統的すぎてちょっとあのまあ あのー、なんかこうそうですねまあやっぱり社会がちょっとこうな側面がありますよねでそういうことに気がついてあもっと知りたいでもっと日本のことを知りたいもっと日本のことそして日本人のことアジア東アジアの,あの歴史そしてアジア全部の歴史、えー、そして世界、えー、世界とその。 これから世界のこれからそしてあの日,本日,本日本の日本人の考え方日本の文化そういうものが世界の中でこれからどうなっていくのかとかまあいろいろですよもう広い広い興味に移っていくと思います、ね、最初のモチベーションはどうであれ最初の興味はどうであれ,どうであれ少しずつそれがだんだん大きくなっていくまるでドラゴンボールのようにドラゴンボールも最初はなんか変な ギャグ漫漫画画っていいうかコメディみたいな漫画でしたよねでドラゴンボール集めて、えー、願いを叶えてもらいたい。ね、で最初はんかあの悪いやつらはあの長生きしたいとかあの死にたくないとかね若く若くなりたいとかそんなのが多かったですよね。でだんだんスケールが大きくなってきて最初のドラゴンボールの世界は、まあ、一つの地域それがあの大きくなって一つの世界で世界の外に出ますよね。はい宇宙 で宇宙、宇宙の外にもなんかいろいろあるんですよ。宇宙が、今、ドラゴンボールスーパーだと宇宙が、何、12個あるんだっけ ?12 個の宇宙と、その <laughs>、なんか、なんかすごいいろいろあるんですよ。本当に。えー、本当に広くなっ,なってるんですよね。それと同じように、まあ、日本語の世界もですね、最初の小さい、あの、自分の、 携帯電話の中の中日本からどんどんん大きくなってですねそれが本当の日本になってそしてその世界そして宇宙、ね、そういうふうに広がっていく日本語を使ってですよ日本語を使って宇宙の話をしたりとかねでそういうところそういうところまで行き,行き着くんですよ言語の旅というのは言語の旅は確かに一つのフレーズ自分の携帯電話の 一つの漢字もしくはまあ最初なんでひらがなひらがなの「あ」から始まったかもしれないけど気が付いたら日本語で、えー、宇宙の話をしている、ね、そんなこれは本当の話ですからねそんなそんな未来がまあ2年か3年後に来るわけですよねだから言語の旅っていうのは面白いですよね、うん、本当に最初「あいうえお」とか言ってる3年ぐらい後に「 宇宙の話を日本語ででてるわけでしょ。素晴らしいですよ。皆さんはその途中に今いるんです「ドラゴンボール Z」と同じぐらいのね日本語コン Z の世界にいるんですで僕たちはまだまだこの広い宇宙の外に外に外に向かっていくそのその向かっていく僕たちの乗っている宇宙船旅のね宇宙船の、えー、エネルギーはガソリンじゃないですガソリンじゃない エネルギーはそんなんななじゃない。僕たちのエネルギーは好奇心ですよねキュリウスティー好奇心このもっと知りたいもっと知りたいもっともっと知りたいこのキュリウスティー好奇心をエネルギーにしてるんです、ね、だから皆さんの目はキラキラしているキラキラしているもう好奇心ね、はい、好奇心を、えー、忘れずに好奇心を持ち続けこれからも日本語の旅一緒に続けていきましょう とということでそろそろ時間ですね昼ご飯の時間今日は多分奥さんが何か作ると思います楽しみですね、はい、それではまた皆さん「チャオチャオアスタレゴまたねまたねまたね」またねまたね